イエーイ。ちょっとエディレン道しおの湯道しおの湯ラそういうのキベニャバンティシンスケムゴンディそういうの去年のバーこえらいほいほっわーけディディディボーニャディボーニャかくぼーいハイセンティカガンクイナダイレチレバワンラエツェSắc màu nhạc bản, hai hồng mười thấm. Chúng tôi cũng tham gia sự kiện này. Ba người Việt Nam đến ở đây, dòng đá bộ ích cũng đi đến đây.新宿系対チェデン今日はよろしくお願いします。日本語でよろしくお願いします。はい、日本語でよろしくお願いします。黒いのはここでしか取れない感じですか？黒い竹。はい、日本では和歌山県ではここ、へー、あと高知県で少しと。どうして黒いんですか？なんで黒いんでしょう。なんで黒いどうしてクイズです。なんで黒いんですか。普通は緑ですからね。そうですね。なんで黒いんですか。なんで黒いんでしょう。え、火に焼けてるんです。え、日焼けなんです。人間と同じ日焼けなんですか。日焼けなんですよ。そうなんだ。最初は青いんですけど、はい、徐々に黒くなってくる。へえ。じゃあ芽が出た時は緑で、緑でだんだん1年目はまだちょっと半年ぐらいは青くって、そっから黒くなって、それはお肌のメラニンと一緒で変わっていくんですね。今日はこういう牡蠣、なんかボンボン使っていただいて。あ、なるほど。もう自由な、自由に使ってくださいと、はい、いいですね。おしゃれになりますね、一気に。 これがあるだけで、黒竹があるだけでおしゃれになりますね。お酒の瓶もかっこよくなりますね。かっこよくなる。本当はね、これだけだとね、お酒の瓶ですよ、ただのただのお酒の瓶。ただこれに入れるとおしゃれになる。おしゃれになるね。OK でしょ。もう OK です。 OK ですよ、もう日本で流れてます。作りましょう、じゃあ作りましょう。まずは、竹にこのように針金を2本させてください。穴開いてますので、はい、はい、刺しててくださいね。はい、はい、それをもう一つ、同じのもう一つ作ってください。あ、なるほど。はい、あ、これ大きさとか別にいいんですか？何でもできたら、全部同じじゃないんで、はい、なんですけども、だいたい揃わして、似てる方が、より綺麗になりやすい。なんじゃんね、硬い。そっかそっか、確かに。そしたら次は、はい、これに今度はこれとこれを足します。合体させます。はい、
あで、こうですね、はい、いいっすね、こういうの作れて なおかつこれ持ち帰れるから思い出になりますもんね、ここに来たっていう、八賀町に来たっていう、それで1段目が出来上がりです、はい、あとは形を見ながら積み重ねていく。あ、ベトナムの人って手器用、手先器用ってよく言うんですけど、どうなんですか？器用ですね。器用ですか？それでなんていうかな、自分のあれ持ってるよね、うん、だからこういうですって言うても、はい、この通りにしないで、あ、個性出してくるんですねでもこうですよって言っても全然気にしなくても自分それでいい、そのアイデアいただくときあります。うん、あ、そうですよね、すごい、はん、綺麗ですか？綺麗です、うん、形綺麗にできました、はい、なんか嬉しい、出てくる、でこうやって折りたためるわけですよね、だから持って帰りにです、ねかぱんディレンダイもいぐいせーらんさんファンチェレンさんファンないきにえん新宿街大チェレンディ新宿街の日高町、うん、カモンスインカモンありがとうございます、ありがとうございます、スインカモン、ナマステは違います、ナマステは違います、インドインドより日高町ラッラッブイビーモンアンラッラッゴンヌクソイノンはいまいば購入ティーニーこうびんばこうぬいばこうさんファンチェレンしんすけこうきにんしんすけもんもいぐいベトナムでゆうりくあらいもいぐいおいはいディデン日高町にゃバイバイしんすけもんあんカモン。